皆さんこんにちは、クールチャンネルです。マリオメーカー、今日も早速遊んでいきたいと思います。今日はいちご炭酸のコースをたくさん遊んでいきたいと思います。いちご炭酸のコースは演奏アクションコースになっていて、メロディーを聴きながら飛んだり跳ねたり、うまく言えないですけれど、そんなコースになっております。難易度も結構高いんですよ。これは多分どっかに入らなきゃダメかな。演奏アクションだとあまり喋れないのが辛いところ。しまった、結構でっかいダメージを食らってしまった。これくぐり抜けられるか。 OK、どっかでそろそろキノコとか補充してくれないと。上だ。そのハンマーピンポイントで当たる。演奏アクション系のコースだとあんまり喋れないのが確かに難点ではあるんだけど、遊んでる分にはめちゃくちゃ面白いんですよ。なのでこの動画見てくださってる方もね、よかったらぜひご自分でもプレイしてみてください。上にピンクコインが1枚あるんで、これを取り逃さないように注意やでと。で、下にもあった。次はどこだ。今3枚か、残り2枚あるはず。さっきやられたのがこの辺。よいしょ、プロペラで1枚取って、ここでパウを持ってきて投げる。で、このパウを持ってゴールすればいいんだよね。他に行けるところはないよね。はい、ということでこのまま進んでいくよ。ピンクコインが残り1枚。あれ、どこにあったかな。表にあったかな。裏の方では見た覚えがないんだけど、このパウを使わないようにして最後にいたクッパを倒してやれば多分ゴールだと思います。この表の方も結構難しいからな。ダメージ食らわないようにしないと挟まれるのが怖いよね。 OK、 やべ、うわー。やっぱり最後の1枚のピンクコインが見当たらないんですけど、どこにあったの。あった、あれどうやって取れるかな。え、あれはどうやって取るんだろう。あ、取れた。でも鍵なくなるんかーい。なんだよ、せっかく頑張って取ったのに。畜生め。マリオタイム。ほほう、これは進撃の2期の音楽なのかな。1期しか見たことないんだよな。お次はこちらのコース、同じくいちご炭酸の演奏コース、トルコ行進曲ですね。クリア率が 43% なので、これは演奏アクションじゃなくて演奏だけなのかもしれません。今何もボタン押してないよ。あ、ボタンを押さないとダメか。どうすればいいんだろう。このまま普通に進んでいけばいいのかな。上に行けってこと？上に行ってピンクコインを取れってことだったのかな？うん、多分そういうことにしておこう。ここも行ってないと取れない。あ、でも取れるか。ピンクコインは取れる。はい、ゴール。はい、お次はこちらですね。ミッドナイトシャッフル、マッチェイですね。今、ベストクリアタイムじゃなくて、クリア率を見るの忘れたけど、多分 20% ぐらいだと思います。銀狼会キファリですよ、懐かしいわ。
違った。もう歌わない。また落ちたってみんなに言われるから、この間結構傷ついたんだぞ。だったら歌えないって話だよね。うん。うるせえ、黙れって言われそうだから、やめておこう、喋るのも。演奏傾向では。これはどうすればいいんだ？あ、こいつに壊してもらえばいい？それだけ？倒した方がいいのかな？一応倒していく？倒す必要はなさそうな気もするんだけど、ここにいればはめられるから倒しちゃうか。あと1回。さて、この氷はどうなってくるか。オッケー、倒した。あ、鍵はあるんだ。ということは、どこでゴール？危ねえ。やられるところだった。あれ、さっきあんなところにパワーなんかあったかな？全然気がつかなかったけど。まあ、いいか。うん。無事ゴールすることができました。ミッドナイトシャッフル、銀狼回帰ファイルで流れてましたよね。見てたな。首なしライダーとか。さて、お次はこちらですね。FF13 の先行、ライトニングさんの音楽でございます。クリア率は約 5% なんで、さっきまでと比べると難易度が一気に上がってる感じがする。ゴー。キノコじゃないかい。何に当たった今。これは耐えてれば OK かな。ここは割とアンチな気がする。パウが出てきた。なんでもっと兵が出てきてくんないかな。わあ、難しいぞこれ。ボム兵に気をつけながら、よいしょ、こうやって一体ずつ倒していけばいい。まあ、時間が経てば経つほど楽にはなってくるんだけど、今のパワーはもうするしかないな。これってもしかして防御用の壁が1個なくなってしまったってこと？やめて、そういう意地悪するのは。あと3回か。ただ最後のクッパジュニアとの直接対決もなかなか香ばしい香りがする。よいしょ、来た。嘘だー。これでクッパジュニアだけになったから、これで倒せるじゃなくてゴールできる。あー、怖かった。結構最後の最後までドキドキした。ずっとチミマリオっていうのはやっぱり心臓に良くないわ。はい、お次はこちらというか最後ですね。バイバイランブ、クリアルチと 1.5%。 多分 FF の妖精ランブのオマージュなのかな。多分そうだと思う。サムネ見た感じも心ない天使っぽいのがちゃんとあったからね。これは演奏されるのかな。それないか。じゃあとりあえず扉に入っていってみましょう。何をさせられるかこれは。はい、ボム兵が出てきて、あー、これは多分上のパウを叩いていくパターン。このボム兵が怖いな。おーし、ほい。多分ここでタイミング見てパウを叩いていけば、ファイヤーが出てきたぞ。ファイヤーじゃないか。なんだ？なんだっけ？こいつの炎のバブルか。バブルが出てきた。なんでバブルの名前が出てこなかったんだろう。ここでしか叩けないかな。ほい、これでいい？はい、鍵ゲットしてどんどん進んでいきましょう。1個目の鍵。どっかに入るしかないか。これで中間取って、上じゃないな、こっちだな。ファイヤー取って、ありがたいね、ファイヤーまでくれるんだ。てかファイヤー取ってさっきのエリアのところ入っていきたかったな。こっちはまた同じような、なんだあのハテナブロックを壊す。おっ、でこれで大難楽章でしたっけ。なんかいろいろありましたよね、確かこの演奏機はめちゃくちゃ長いんだよ。坂上さんが人生をかけてやったと言っても
過言じゃないぐらいの。あーこれ厳しいぞ、ファイヤーないと絶対無理じゃん。ここはもうダメージ食らうよね。よしよし、これはいける、いける、ここまで来ればいける。あとはこれに乗って扉に入るだけなんだけど、そこでもう下手したらダメージ食らっちゃうな。ピンクコイン2枚目を取ったっていうことはこれでゴール、ゴールじゃないか。これはどっちだろう。鍵取ったんだから扉に入っていく、上に行く。そうすると入れない。こっちにお邪魔します。どこに行くんだろう。中間メットファイヤー、よし完璧じゃないですか。これもしかしてピンクコインを取らないでもいけるけど、ピンクコイン集めていくとこの無敵装備状態でいけるよってことかな。怖いんだけど。演奏が始まった。やべ、よしよしよし、あーよし、いなくなった。これはどうすればいい。ボム兵投げつけていくしかない。あー、メットも取られた。結構強くないですかこのクッパさん。どうすればいいんだ。耐えてるだけじゃダメだよね。ファイヤーグル、え待って、ファイ、えあのファイヤー取れないよね。戻るよね、戻るよね。え、テルサがいるんだけど、よいしょ。くそ、とりあえず地面のあるところに退避しないと怖すぎる。どうしてるのこれ。光はどんどん足場がなくなっていく感じ。なんかキノコが来たけど、あいつを倒せないと話にならないと思うんだけど、これ倒せるか。怖すぎるぜ。うわあ、この二マスか。ダメージも与えられないよねこの帰り道はほとんど。どうする。これもしかして潰されてやられちゃう。嘘でしょ。これ土管に入れるんじゃないの。入れない。ええ、どうすんのどうすんの。え、これ本当にどうすればいいんだ。怖すぎじゃないの。よし、てかなんか全然違う方向だったけど、偶然どうやって倒したんだろう今。まあわかんないや、倒せたからいいや。あとはこんなところでボンミスしないように、ファイヤードリーのバーブルがアリーの、待ってここまで来るだけで怖いのにさ、どうやってあいつと戦えばいいんだよ。あいつの倒し方なんか全然、あやばい。はい、壊してくれた。あとはタイミング見て、あの隙間をくぐり抜けるだけ。道はできた、今だ。よっしゃ、オッケー、逃げた。ちょっと今の強すぎませんか。セーン。いやー、 FF のラスボスの中ではあのケフカはかなり弱い方なんだけど、今のラスボス戦はきつかったわ。FF 史上最強かもしれない。はい、というわけでですね、いちごたんさんの演奏アクションコース特集、今日はこれで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。